どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ロケットマイルズっていうね、ホテル予約サイトで、ユナイテッド航空のね、マイルがもらえるキャンペーンが来ておりますので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、皆さんね、このロケットマイルズって知っておりますかね？まあ、マイルをね、貯められている方は、一部ね、知ってる方、利用されたことある方ね、いらっしゃると思うんですけども、もうね、結構前に一度ね、同じようなキャンペーンがありまして、紹介ね、させていただいたわけなんですけども、このロケットマイルズっていうのはですね、公式サイトね、こんな感じになっておりまして、ホテルの予約をですね、このロケットマイルズ経由ですると、マイルがね、もらえる予約サイトっていう風になるんですよね。で、もらえるね、マイレージサービスはですね、結構いろいろね、もらえるわけなんですけども、残念ながらね、ANA とか JAL とかね、ないんですよね。ですけども、シンガポール航空とか、ユナイテッド航空とかですね。まあ、それ以外ですね、アメリカン航空とかね、こちら経由していただければ、マイルがね、もらえるっていうね、サイトになっておりまして、まあ、特にね、私のおすすめからすると、まあ、ユナイテッド航空か、アメリカン航空ですかね。アラスカ航空のね、次にね、おすすめさせていただいてるのはアメリカン航空になりますんで、アメリカン航空っていうのはね、マリオットボンボイポイントしかからね、基本的に交換してね、マイル貯めることができないので、まあアメリカン航空とかね、非常にいいなぁなんていうふうに思っているわけなんですけども、まあ今回のキャンペーンに関しては、ユナイテッド航空のね、マイルがお得にね、もらえるキャンペーンっていうふうになっておりますんで、まあユナイテッド航空のマイルね、貯められている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、キャンペーンのね、詳細いきたいと思います。公式サイトね、こういった形になっておりまして、キャンペーンのね、特典なんですけども、今回ですね、一泊していただくと、ボーナスマイルが5000マイルね、もらえるキャンペーンっていう風になります。で、期間がですね、2023年の7月1日14時59分までですね、キャンペーン期間っていう風になっておりまして、公式サイトをね、翻訳させていただくと、この日までにですね、滞在を完了する必要があるっていう風になりますんで、14時59分までってね、日付が書いてあるんですけども、まあ、ひとまずですね、6月30日、もしくは6月の29日までにですね、チェックアウトね、していただければなと思います。で、特典がですね、一泊あたり5000マイルのユナイテッド航空のね、マイルがもらえて、最大ね、1万マイルまでもらえることができます。で、今回のキャンペーンの条件なんですけども、このキャンペーンですね、以前ね、私紹介したキャンペーンと同じだと思うんですけども、まあ、ひとまずね、初めての方のみね、こちら対象っていう風になっておりますんで、まあ、ユナイテッド航空のね、マイルをもらえるようなね、キャンペーンが、以前ね、利用されたことがある方に関してはですね、今回ね、対象外っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。またね、概要欄に公式サイトね、こちらのキャンペーンの公式サイトね、載せておきますので、そちらからね、予約していただいたものはね、有効っていう風になりますんで、この点もね、注意してください。で、滞在後、マイル付与は、滞在完了後2週間程度をね、予定しているっていう風になっておりますんで、まあ、こちらもね、覚えておいてください。で、概要欄にね、公式サイト載せておくんですけども、このロケットマイルっていうのはスマートフォンアプリもねあるようですので、こちらでね利用されたい方はプロモーションコード MP-EARN っていうね、このプロモーションコードですね、ちょっとご覧に出しておきますけれども、これをね入力していただかないとキャンペーンがね、まあ対象外になってしまうんですかね。まあマイルがね表示されますんで、おそらくこれ入れないとですね、ボーナスマイルがね表示されないと思いますので、この点をね、注意していただければなと思います。まあね、今回一泊で5000マイル、ユナイテッド航空のね、マイルがもらえるっていう風になりますんで、まあ実際ね、どのぐらいの価格帯でマイルがね、もらえるのかね、ちょっと検索させていただいたんですけども、結構ラグジュアリー系のね、ホテルだとこういった形になります。こちらね、ANA インターコンチネンタル東京なんですけども、まあこれがですね、495ドル。こちらが税金等々を込みにすると、616ドルですね。今のレートでだいたい81,375円、まあ81,375円なんですけども、まあこちらを払って1万マイルがね表示されていると思うんですけども、まあ1万マイルもらえるって言った形になります。まあ8万円払ってね1万マイルもらえるって、でまたホテルに泊まれてるっていうのも、まあこれもね全然いい方だと思うんですけども、これね進んでいくとですね、オファーみたいなのがありまして、プラスね、十数ドルだったかな。まあ、そのぐらい払うとですね、プラス1000マイルね、もらえるプランとかもあって、合計11000マイル、一泊でね、もらえるっていうのもね、ありましたんで、これはね、結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思います。このユナイテッド航空のね、
マイルっていうのは ANA のね国内の特典航空券を片道ね5500マイルからね発券することができるっていう風になりますんで、このオファーを受けてですね1万1000マイル獲得すればですね、まあ、ホテルに泊まって、まあ、8万円ぐらいはねかかってしまうわけなんですけども、 ANA のね特典航空券、まあ、1人分のね東京から札幌とか東京から福岡とかね、ここら辺エリアまでの往復のね航空券がついてくるっていう風になりますんで、まあ、こうやって考えるとですね、まあ8万円ちょっとぐらいはね払ってるわけなんですけども、 ANA の国内線ね往復ついてくるって考えるとね結構悪くないですよね。まあこういった感じになりますんで、まあこういったねラグジュアリーホテルもですね中にはねあるって言った形になりますんで、まあこういったねホテルを泊まる機会があってマイルをねできるだけ貯めたいみたいなね、そういった思いがある方はぜひねこちらもチェックしてみていただければなと思います。残念ながらですねこちらは外部予約サイトっていう風になりますんで、まあマリオットもね今外部の予約サイトからねステータス特典とかを今廃止しておりますので、まあおそらくねマリオットであったりヒルトンであったりね、まあそういったねホテルブランドのステータスっていうのは、まあ、残念ながらね利用することができないと思いますけども、まあ泊まってみてねこのマイルが欲しい方はですねちょっとね見てみるのもいいのではないのかなと思います。またねもうちょっとね安く泊まれるねホテルも揃っておりまして、こちらね検索画面なんですけども、左の方にですねソートバイっていうところから安い順にですねこちらねホテル検索することもできるって言った形になるんですよね。でこちら今出てるのはですねこれ週末なんですけども、安い順でね検索していただくとですね、こちら東京江戸川区のね一番上のホテルなんですけども、こちらがですね126ドルで5500マイルっていう感じなんで、16700円で、5500マイルがね獲得することができるって言った形になります。まあ1マイルね3円ぐらいになってはしまうんですけども、まあその値段は払ってますけども、ユナイテッド航空のね5500マイル、こちら獲得することができているっていう風になりますんで、まあどっかに行く際にですね、ぜひね、このロケットマイルね、ぜひ覚えておいていただいて、まあキャンペーン期間もですね、6月末までね、やっているっていう風になりますんで、まあどっかに行く機会で、安いホテルに泊まってマイルを稼げるみたいな、まあこういった感じで、ね、利用していただくのはね、かなりいいのではないのかなと思います。これはね週末のね料金で126ドル、16700円で、まあ、5500マイルぐらいになるわけなんですけど、これね平日でね検索していただくと結構ねいいのが出てきますんで、こちらねぜひね利用機会ある方ぜひチェックしてみてください。こちらですね平日の東京都内安い順でね調べていただくと、キャンペーンのサイトからね、こちらは浅草のねビジネスホテル福田屋っていうね、ちょっと中見るとですね和室のねお布団とかね置いてあるようなホテルなんですけども、こちらとですね合計金額は23ドル、これねちょっと進んでいくとね 22.75 ドルとかね、まあそのぐらいの値段でね利用できてしまうっていうねこのホテルなんですけども、これが日本円でだいたい3000円ぐらいなんですよね。で3000円ぐらいでもらえるマイルは5500マイルっていう風になりますんで、これいいですよね。はい、3000ちょっとで ANA の国内線の特典航空券片道ついてくるって思えばですねかなりいいですよね。まあこういった感じでですね、特にね、まあ週末もね、安い順にしていただければね、結構ね、いい価格で出てくるわけなんですけども、平日のね、東京都内、まあ東京都内じゃなくても、まあ平日ですね、このロケットマイルね、ぜひチェックね、してみていただければなと思います。先ほども言いましたけども、この予約自体はですね、この公式サイトのキャンペーンからね、見ていただかないと、こういったのはね、出てきませんので、この点はね、注意してください。概要欄ね、公式サイトに載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。